沖縄市産婦人科ゆいクリニック島袋文です。緊急避妊についてお伝えしていきたいと思います。緊急避妊っていうのは、避妊をしないでセックスしてしまった場合とか、コンドームが破けてしまったなど、うまく避妊ができなかった場合に、セックスの後から妊娠を防止する方法のことです。一般的な方法としては、緊急避妊ピルと呼ばれるものを内服する方法で、セックスの後に内服されるピルとして、アフターピル、モーニングアフターピルとも言われています。時には子宮内避妊具も使用されることがあります。避妊効果としては子宮内避妊具の方が内服のピルよりもより高い効果が得られるということになります。すべての緊急避妊法は、避妊ができてないセックスが行われた後数日以内に行わなければなりません。具体的には、緊急避妊ピルは72時間以内、子宮内避妊具挿入は120時間以内に行わなければ効果があまり期待できなくなります。どんな方法がいいのかっていうのを具体的に相談することができますので、ご自身に合った緊急避妊の方法を取るようにしてください。緊急避妊の方法として、このレボノルゲストレル内服、緊急避妊ピルですね、こちらの方も説明します。レボノルゲストレル錠っていうのは、厚生労働省より認可された緊急避妊薬です。妊娠阻止率はレボノルゲストレルで 85% と言われています。以前は薬ペ法が使用されていたんですが、レボノルゲストレルが発売されてからは、薬ペ法に比べて吐いてしまうという副作用が著しく低くて、妊娠阻止率も高いので、薬ペ法は使用されなくなりました。またこのレボノルゲストレルは、もともとノルレボというお薬で発売されていたんですけど、2019年にジェネリック後発薬が発売されて、緊急避妊の薬代は少し安くなりました。とは言っても、継続して内服する経口避妊薬のピルの避妊効果よりはずっと避妊効果は低い上に、値段もやっぱりジェネリックといえ非常に高いんですね。ですので、今後も避妊が必要であれば、緊急避妊を繰り返すのではなく、避妊が必要な方は継続した避妊方法を行うということをお勧めします。もう一つの緊急避妊で可能な方法として、子宮内避妊具ミレーナを入れるという方法があります。このミレーナ、ホルモン剤が添加された子宮内避妊具ですけれど、ピル内服よりも避妊効果が高く、きちんと使えていれば 99.9% 避妊ができるというものになります。今後継続して避妊が必要な方にはこちらが最もおすすめです。ただし、子宮内避妊具挿入によって性感染症に罹患していた場合には、骨盤内に炎症が広がるという可能性があるので、挿入の際には性感染症検査を行います。緊急避妊の内服薬レボノルゲストレルについてご説明します。緊急避妊ピルっていうのは、避妊目的で使用する経口避妊薬と同じようなホルモン剤です。ただし、全く同じ使い方ではなく、量も大きい黄体ホルモン単剤のお薬という独特な使われ方をするお薬になります。で、この避妊がどうしてできるのかっていうところに関してはですね、どの時期に緊急避妊ピルを飲んだかによって作用の仕方が異なるんですね。で、その作用の方法としては、排卵を抑えるとか、あと精子と卵がくっついて受精するのを邪魔する、あとは子宮の中の方に受精卵が着床するのを邪魔するなどの効果が考えられます。で、妊娠成立するっていうのは、受精卵が子宮内膜にくっついて着床して育っていくことを言うので、一旦受精卵が子宮内膜に着床してしまって、妊娠が成立してしまった場合には、緊急避妊ピルの効果を得られないということになるので、その前に緊急避妊ピルを内服するという必要があるんですね。で、緊急避妊ピルは、セックスが行われた72時間以内に服用しなければなりません。緊急避妊の効果は、避妊の失敗から早ければ早いほどより効果的というのが言われています。72時間を過ぎても全く効果がなくなるわけではありませんが、72時間以内のできるだけ早い時期に内服するように勧められています。また、子宮内避妊具挿入は120時間以内、5日以内に行われるのが推奨されています。この子宮内避妊具挿入ですが、排卵時期がはっきりしていて、排卵して5日以内の場合には、挿入可能っていう場合もあるので、基礎体温をつけているとか、明らかな排卵日が特定できるようなことがあった場合には、また相談してください。
で、緊急避妊ピルを服用することでどの程度効果があるのかっていうところなんですけれど、緊急避妊ピルは妊娠を防止することができるんですけれど、 100% ではなく数パーセントに妊娠が起こることがあります。で、具体的にはこの阻止率の目安ですけど、24時間以内に内服すると 95%、 48時間以内だと 85%、 72時間以内だと 58% の妊娠阻止率ということになります。で、緊急避妊ピルが頻繁に使用された場合には、経口避妊薬を継続して内服している場合に比べてかなり高い妊娠率ということになってしまいます。なので、緊急避妊ピルが必要なセックスがあったその後もセックスの機会があるっていう人は継続して経口避妊薬を取るっていうことがお勧めされています。で、緊急避妊ピルっていうのは飲んでも体には何か悪い影響はないのかっていうところなんですけど、非常に長い昔からですね、薬が使われていて、緊急避妊のお薬の副作用としては出血したり、頭痛やムカムカ、下腹部痛、生理が行える、胸が張る、性不正出血などがあったりするんですけれど、最も多い副作用としては気持ちが悪くなる、ムカムカするってことですね。で、あとは時に吐いたりする場合があったりします。ただこの副作用っていうのは24時間以上続くっていうことはまずほとんどないです。で、この頻度は低いけど嘔吐してしまう 6% ですね。で、吐いてしまう場合に薬を内服してすぐ2時間以内に吐いてしまった場合には、再度この緊急避妊ピルを内服しないといけない場合があるんですね。でも飲んで吐き気がするなっていう場合には、吐き気止めを内服することは可能なのと、もし心配だって人には緊急避妊ピルと一緒に吐き気止めも一緒に処方することは可能です。ただ昔から使われていたヤッペ法に比べると、実際に吐いてしまうっていう頻度は非常に低いので、以前のヤッペ法ほどは吐いてしまって薬が効果なくなってしまうっていう可能性は低く、心配はいらないかなと思います。で、緊急避妊ピルを服用した後に今後ですね、またちゃんと避妊ができてないセックスが行われた場合には、この今回内服した緊急避妊ピルの効果は次のセックスでは効果は得られないんですよということになって、今回1回のみのお薬ということで考えてもらったらいいんですね。なので今後も継続して避妊が必要であれば、継続避妊が可能な低用量ピルを内服するか、子宮内避妊具を使うと、この機械に挿入するということを考えた方がいいです。で、緊急避妊ピルが効果があったかどうかっていうのは、飲んですぐ分かるわけではなく、次回の月経が来て初めて妊娠が避けられたっていうことが分かります。次回月経までセックスをする機会がまたあるという場合には、すぐに経口避妊薬を内服開始するってことをお勧めします。どういうふうに内服するかっていうと、緊急避妊ピルを内服した翌日にですね、低用量ピルの内服を開始し、その低用量ピルを内服開始して7日後からはピルでの避妊効果が得られるということになります。で、いつ生理来たかわからない、生理が近いけどっていう場合には、12日間低用量ピルを内服して、内服終了して一旦7日間お休みするということで、出血を確実に確認できるという方法があります。で、不正出血や妊娠初期の出血、通常の月経とこのピルの短期間飲んでの出血が区別できない場合があるので、次に出血があったっていうのが、その出血が通常と明らかに異なってすごい少ないなっていう場合には、妊娠の可能性が否定できないので、妊娠検査薬でのチェックをしてください。また受診の際に指定された日までに生理が来ないという場合にも、妊娠検査薬をチェックしてください。で、その際に妊娠反応陰性であれば、今回の避妊の失敗での妊娠はなかったということになります。ただし、緊急避妊ピル内服後に次の月経までにセックスがあった場合には、その後のセックスで妊娠している可能性っていうのも考えないといけないので、その後もちゃんとした生理が来ないんであれば、再度妊娠検査薬でのチェックが必要になるということになります。で、緊急避妊ピルの避妊効果 100% ではないので、緊急避妊ピルを内服したにもかかわらず妊娠してしまったっていうことは、可能性としては起こりうることです。で、もしその妊娠した場合にですね、その妊娠を継続しようっていう場合に、赤ちゃんに何か問題がないのかなって心配される方がいらっしゃるんですけど、それに関しては、この緊急避妊ピルを飲んだからといって、この赤ちゃんに何か影響が起こってくるっていうことは全く心配ないということが分かっています。緊急避妊ピルの服用方法ですけど、72時間以内にできるだけ速やかに1錠のピルを内服します。
で72時間3日がすでに経過してしまっている場合には緊急避妊ピルの内服っていうのは十分な効果が期待できないんですけれど、120時間5日間までは効果が全くないというわけではないと。でそれを過ぎるともう費用高い、効果的にですねもうピルの内服っていうのは意味がないかなっていうことになるんですけれど、まあ5日以内なら可能と。あとは5日以内であれば子宮内避妊具を挿入する、こちらの方が費用効果的には確実に効果が得られると、ピルよりはずっと効果が高いということで子宮内避妊具挿入っていうのも検討されるといいかと思います。で72時間ってどういうふうに数えたらいいのっていうところでは、土曜日の夜中の深夜1時にですね避妊を失敗してしまったっていう場合には火曜日の午前1時がタイムリミットになるので、まあ、月曜日には病院受診をしてピルを内服するということが必要になるということになりますので、その数え方ですね、なかなか病院に行けないっていう場合に、じゃあもう72時間過ぎるって場合だと5日以内だったら子宮内避妊具挿入もできるというところになるので、この辺をしっかり数えて早めに病院受診するようにしてください。先ほどもお伝えしたんですけれど、緊急避妊ピルを内服して2時間以内に吐いてしまった場合にはもう一度緊急避妊ピルを内服するか、もしくは子宮内避妊具をそこで挿入するかというのを検討する必要があります。2時間以上経ってから吐いた場合には、まあ、まずピルをの効果はあると考えてもらっていいんですけれど、飲んでからですねムカムカしたなしてるなっていう場合にはもうすぐ吐き気止めを飲んでしまっても薬の効果には何の影響もないので、早めに吐き気止めを飲むっていうのも選択肢の一つだと思います。で子宮内避妊具による緊急避妊なんですけど、避妊の失敗の5日目までにホルモン剤に添加された子宮内避妊具を挿入するということになります。で以前はですね銅が添加された銅付加 IUD も使用可能だったんですけれど、これが今後発売されなくなるということで、今後緊急避妊で使えるのはミレーナ一択になるということになります。で72時間を超えた場合でも避妊のために挿入することで受精卵の着床を防いで避妊効果を高めることができます。緊急避妊ピルによる避妊の効果が期待できる72時間以内に内服が間に合わなかった場合でも非常に高い避妊効果が期待できるのでおすすめです。また一度の挿入で今後5年間継続して避妊もできるっていうことも非常にメリットが大きいと思います。でミレーナの避妊効果はですね、ミレーナ女性ホルモンである黄体ホルモンですね、こちらの方をですね添加された子宮内避妊具になるんですけれど、子宮内膜に作用して子宮内膜が非常に薄くなって受精卵が着床できなくなる、または子宮の入り口の粘液を変化させて精子が膣の中から子宮内へ侵入することを防ぐ、あとは5年間有効という特徴を合わせ持っているので、こちらの方を今後も継続避妊必要という人にはお勧めしたいと思っています。生理痛があったり生理の量が多いっていう場合にはこの子宮内避妊具ですね、保険適用として自己負担が非常に少なく挿入することも可能なので、実際に適用があるかどうかっていうのは挿入の前に相談してみるようにしてください。でミレーナについては詳しくはバイエイリアクス遺品さんのサイトでミレーナのことをこちらで詳しく挙げています。またこちらのサイトでは動画での詳しい説明も見ることができますので、もしもっと詳しくミレーナ知りたいっていう方はぜひこちらのサイトもチェックしてみてください。で費用についてなんですけど、緊急避妊ピルのお薬飲み薬ですね、これ自費なので実は好きに費用を設定していいんです。医療機関ごとによってだから費用が違います。でゆいクリニックではですね緊急避妊ピル内服に1万500円ぐらいの値段を設定しています。で継続して今後避妊が必要な方にはこのレボノールゲスレジオと低用量ピル継続避妊のためのピルですね、こちらをセットにして1万2650円で処方しています。で緊急避妊ピル処方当日にこのピルを処方一緒に処方してもらった場合にはピルの相談料の2900円が後日改めてかからないということになるので、今後のこの機会にですね低用量ピルでの継続避妊を始めようっていう人にはこちら一緒に処方してもらうっていうのをお勧めしたいと思います。またですね低用量ピルっていうのは保険診療で生理痛の治療薬としても発売されているんですね。で海外では避妊薬として処方されているようなお薬でも日本では生理痛の治療薬としてしか治験されていないので避妊ピルとして処方することはできないんですけれど、
避妊のピルと同じようにこの生理痛治療薬のピルも排卵を抑えるし妊娠を避ける効果っていうのはあります。ただ避妊を目的に保険診療で処方するってことはできなくって、生理痛があるっていう場合には処方することから可能です。その場合にはですね、自己負担が一番安いもので1000円ぐらいから月々で、1ヶ月単位で最初は処方した後 最大3ヶ月まとめて出せるので、まとめてもらうと非常に自己負担が少なくピルを内服することができるということになります。で、避妊の自費ピルに比べると、まあ、安いのがメリットで、薬に関してはただいろいろな種類のピルで抗体ホルモンの種類によっても合う合わないがあったりするので、一旦治したピルで合わないなという場合にはまた変更するということも可能です。で、ミレーナは先ほどもお伝えしたように保険診療の場合には約1万円で挿入することが可能です。で、避妊のために自費で挿入する場合には6万円弱かかるという非常に高価なものですけれど、生理痛の治療薬としては保険診療で挿入が可能なものになります。で、料金に関しては詳しくは、まあ、料金表をまたチェックしてもらえばいいかなと思います。で、緊急避妊を行う場合にも性感染症が来ては切れない形になるんですけど、っていうのは緊急避妊ピルが必要っていうことはコンドームは使っていない、もしくは子宮内避妊具を子宮内避妊具を入れる場合にもですね、性感染症が起こってしまっているっていう場合にはすぐに入れられないっていうこともあったりするということで、まあ、あとは避妊を失敗してしまったっていうことは性感染症に感染するリスクが起こってしまった、コンドームを使わなかったり、それからコンドームが破れたり外れたりした場合にはそこでセックスを通じてうつる病気、エイズだったり淋菌やクラミジアなどにかかっているリスクがあるということでは、まあ、梅毒ですね、もありますね。こういった検査をですね、まあ、この機会に受けておくっていうのは大事かなと思います。ただしセックスがあってからすぐ検査してもこれらの感染症っていうのはプラス感染した場合でもすぐには検査では検知できないんですね。なので、もし感染があった心配っていう場合にはそのセックスがあって3ヶ月後ぐらいに検査を受けるとその感染したかどうかっていうのが分かることになります。で、緊急避妊でですね性感染症を一緒に行った場合には数ヶ月後に再度検査を受けた方がいい場合もあったりしますので、超検査の受ける場合にはぜひその辺確認相談してください。で、あとコンドームですね、一般的に日本ではコンドームだけの避妊っていうのは非常に多く行われてるんですけど、コンドームだけの避妊っていうのは最大失敗率が 15%、 破れたり外れたりも含めてですね、またきちんと使ったとしても 2-3% に避妊の失敗率が起こります。ピルや子宮内避妊具の避妊効果はきちんと使えば 99% あるっていうことからしても、コンドームだけの避妊っていうのは非常に避妊効果が低いっていうことがわかると思います。ただですね、ピルや子宮内避妊具を使っても 100% の避妊効果は得られないので、コンドームとピルや子宮内避妊具を併用することで避妊効果が高まり性感染症も予防できるので、コンドームの使用っていうのはお勧めしています。で、コンドームとピルを併用した場合には妊娠率っていうのは5万分の1まで減るんですね。なので、コンドームとピルを併用して、まあ、100% もう5万分の1にでも絶対ゼロではないけど、まあ、起こり得るではあるけど、より確実な避妊を行うっていうことではコンドームプラスピルもしくは子宮内避妊具っていうのをお勧めします。また緊急避妊が必要で今後も継続避妊が必要っていうことであれば、コンドームと合わせて他の避妊方法も始めるっていうことが大事かなと思います。で、コンドームですね、まあ、この最大失敗率 15% っていうことで正しく使えてない方が結構多いんですね。やっぱりコンドームでの避妊効果を高めるためにも正しい使い方が大事ですよということで、この岩室慎也先生、泌尿器科の先生ですけど、この泌尿器科の先生が YouTube 動画で詳しくコンドームの正しい付け方について説明されています。また保管方法もですね、財布に入れといちゃダメですよということで劣化しちゃいますよということで、この辺の説明をまたこの機会にチェックしてみてください。で、こちら岩村先生のホームページからも動画の方は紹介載ってますけど、ここに動画載っけてますのでぜひここでチェックしてください。あとですね、助産師さんが作ったコンドームについての動画、こちらも短い動画でどちらもですね詳しく説明できるので、この機会にしっかり勉強してコンドームを正しく使うっていうのもぜひ学ぶようにしてください。
で、避妊についての関連としてですね、ピルにより避妊について説明、あとはピルをなくしている方への注意点、こちらの方もコラムと動画で上げてますので、ぜひピルを飲もうかなという場合にはこちらの方もチェックしてみてください。以上ですね、緊急避妊についてお伝えしました。ありがとうございました。